フランス元帥、ジャック・フランソワ・ド・ピュイ・セギュール、ジャック・フランソワ・ド・シャスト・ネド、ピュイ・セギュールは、フランス王国の軍人、軍事学者である。1655年に、フランスで生まれ、1677年に軍人として、対ドイツ戦争に参加して、以来、昇進を重ねた。ルイ14世の時代には、リュクサンブール港の兵坦官となり、ポーランド継承戦争では、 フランス元帥になっている。ピュイセギュールは戦争を学問的に捉えることを重視し、軍事組織の標準化などを考案した。ピュイセギュールは同時代のモンテクコリやボーバンに同感して、個人的な経験則に頼ることなく、学問的な理論を確立して、軍事組織を整えることが重要だと考えた。彼は軍事学の普遍的な原理を発見しようとヘロドトス、クセノフォン、 ベゲティウスの時代の古典や戦士を研究した。彼の死後、原理及び原則による戦争術が刊行され、ヨーロッパ各地で広く読まれた。その緻密な戦士研究と、幾何学的、地形的な観点を含めた戦術研究で、特に当時注目されていた部隊の軌道と、戦闘展開の方式、また、軍隊のあり方について、具体的に論じた。特に彼は、 軍隊の標準的な編成の重要性について述べており、大体、中隊の起動時の歩幅や、兵士間の間隔、装備している、槍の長さなどについて細かく規定すべきであると考えていた。これは、機動力を向上させる意味も含まれていた。また、当時、白兵主義であったフランス陸軍において、火力主義の立場をとり、白兵戦の根本的な必要性を認めながらも、 火力の重要性を主張していた。ありがとうございます。